皆さんこんにちは。リンゴがとっても大好きな毒蛇が青森県弘前市からお届けする旬のリンゴ情報、弘前リンゴ日記 YouTube 版。今回は弘前富士を紹介したいと思います。はい、こちら富士といえばね、とってもメジャーな美味しい有名なリンゴですけれども、そちらのちょっと1ヶ月ぐらい早くできる版、こちらが弘前富士になるわけなんですが、まあ本当お尻まで赤くて美味しそうなリンゴでしたけれども、そうですね、あ、ちょっとこのつる割れしている毒蛇がね、普段食べてるリンゴって結構あの道の駅とかで売ってるリーズナブルなリンゴが多いものですから、こういうつる割れもあったりするわけなんですが、まあ、ちょっと早速食べてみたいと思います。はい、こんな感じでめちゃくちゃジューシーでしたね。はい、ちょっとね、あの、わかるかな、音でちょっと柔らかめですね。本物の富士よりはちょっと柔らかめなんですけれども、でも丸ごと皮ごと食べても美味しい。もう柔らかすぎるっていうことはないですね。若干柔らかめでジューシーな感じのリンゴで、富士よりは酸味があんまりない感じで、そうですね、割と食べやすい、甘くて、酸味があまりなくてちょっと柔らかめで、でも丸ごと食べるとこうジューシーで満足感たっぷりっていう感じですね。見た目も美しいですね。今日も美味しくいただきました。はい、そんなわけで今日は弘前富士を紹介しました。ではまた。